はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。白騎士物語やっていきましょう。はい、今回は新華村に向かうってところですね。はい、今バッケイヤにいます。で、あの星マークにまず向かいましょう。少しだけレベルアップしました。うん、やっぱね、カーラいないと、魔法使いないと不便は不便でしたね。まあ絶対勝てない敵とかに出会ったわけではないですけど、やっぱ魔法あった方が便利だなっていうのは実感しました。達者でな、お気をつけて。なんかいいね、いいね、達者でなってのはなんかすごい良かった。手振ってくれるのが。バンヘイブン荒野行きましょう。めんどくさそう。このバンヘイブン荒野を抜けたらきっと進化村があるんだろうね。バンヘイブン荒野、シーザー、お前カーラのこと知ってたんだな。お前はドラゴンの力で見抜いていた。ああ。なぜ話してくれなかったの？カーラは国王の仇だ。どうして？違う、カーラは国王を殺してなどいない。バランドール王を殺した奴は確かに黒い鎧を着ていた。しかしその中にいたのはカーラじゃない、別の人物なんだ。どういうことだ？カーラはドレギアスの正体が自分だと思い込まされたんだ。お前たちがアルバナで彼女と出会う寸前にな。なぜそんなことをする必要がある？奴らはおそらくレナードの暗殺目的でカーラを送り込んだ。しかし騎士の力を持つ者はその力を受け継ぎ、感覚は研ぎ澄まされている。レナードを殺すには同等の力を持った者でなくてはならない。そこでカーラが差し向けられるわけだが、それは奴らにとってもリスクを伴う作戦だったんだ。どういうこと？騎士の共鳴を恐れたんだ。カーラは黒騎士の契約者だ。古代騎士同士はもともと仲間だった。騎士であるレナードと共にいれば騎士の記憶が呼び起こり、過去のつながりを取り戻すかもしれない。だから彼女に絶対に後戻りができない嘘の記憶を植え付けたんだ。なぜそんなことをしてまで？カーラは誰も殺してはいない。きっとあいつに殺すことはできなかったさ。たとえそれがグラーゼルの命令だとしてもな。すべてグラーゼルの？ああ、恐ろしい男だ。将軍ドレギアスはグラーゼルが仕組んだ組織をまとめるためのピエロだ。ドレギアスはその時々に応じて違う人物が演じるという仕掛けだ。言葉巧みに兵士たちを操る時には話術を得意とするもの、戦争において無敵の強さを見せつける時には剣術を得意とする者が彼を演じる。だからドレギアスは常に完全なるものでいることができる。じゃあ国王を殺したのは誰なんだ？それはグラーゼルからの指示を受け最初のドレギアスを演じた男。誰だ？残念だが俺にも見えない。力は完全じゃない。ドラゴンの目の力をブロックできる奴がいる。ドレギアスを演じた男もその一人だ。奴が誰なのか今のところ俺にもわからない。うん、わかった。とにかく今は進化村へ急ごう。もう後戻りは。なるほどね、いろんなドレギアスがいるわけだ。
はあ、なるほどね。なるほど。何このマップ何これ、どこ行けばいいの俺。あった、遠い遠いよ。今ここでしょ。まあセーブポイントもないしね、大変ね。まあ頑張っていきますか。うん、よし。それじゃあ、というかね、俺おそらくだけど、予想だけど、シーザーは国王を殺したやつの正体はね、なんとなく感づいてると思うよ多分ね。うん、多分だけど 100% を確信持ってないから言ってないだけで、おそらくこいつだろうっていうのは多分分かってんじゃないかなと思います。はい、とりあえず、うん、勝っただよね勝っただね。うん、またイベントが始まるか、その村の近く、村行けるよね多分、星マークから村行けると思うんだけど。うん、まあ、編集で、はい、いい感じに仕上げます。はい、そんじゃ頑張ります。はい、星マークの近くまで来ました。大変でしたね大変だったな、結構 しんどかったですね。で、まあこっからはね、そうだね、ノーカットで行こうかなと思います。まあちょっといろいろ探索しながらにはなるんですけど、うん、まあ全くもってね、ここの、まあ、ダンジョンというかフィールドを映さないのもまたなんかちょっと違うかなと思ったんで、まあ、敵との戦闘もちょっと映していきます。結構ね、まあ、こいつら敵ちっちゃいんですけど、あのデカめの敵とかも結構いて、うん、飽きずには来れましたね。まあ、しんどいはしんどいですよ、長かったし、ダンジョンは長かったけど戦闘は面白かったですね。なんかどっか光ってなかった？おいおい、いつまで歩かせんだ。気のせいかな。特に何人もないかな、なさそうだね。よし、進めていきましょう。待てて。ね、でっかいのいるでしょ。お、光ってるね。よし、え、やばい、狙われてる。どっから誰に狙ったの今俺。騎士は滅びの力なのか。レナードがどう扱うかじゃない。すまん、それは私とでも俺たちの残念ですね。加減しないからな。いや、戦いにくいな。まあでっかいけど、まあ、そこまで強くはない相手ですね。まあ、こういう敵とか、あとドラゴンとかが、いっぱい出てきましたね。ドラゴンはもっと戦いやすくて、弱いです。
ゴールじゃない？ゴールですね。新華村、やっと着いたよ。ここか。ついにここまで来ましたね、新華村。すべてが始まった場所。ああ、って言っても廃墟じゃねえか。ここがなんか変だな。懐かしい感じがする。まずはここでキャンプにしましょう。そこで全てをお話しします。やっとだな。遅いぜ。すみません、皆さん、お待たせしてしまいました。ではこの新華村について皆さんに全てをお話ししましょう。17年前、大地の異変が起きました。その異変によって大地には巨大な裂け目、ドグマホールができたのです。ドグマホールからは古代の品々が数多く発掘されました。白騎士の鎧とアークもその一つです。しかしそれらに混じってとんでもないものが見つかったのです。とんでもないもの？なんだそれは。赤ん坊です。赤ん坊？何万年も閉じられていたはずの遺跡に。まさに奇跡でした。時間を止める呪文か石化の呪文か、とにかく古代より遺跡は保存され続けていました。ドグマホールにあった宮殿も全く時間が過ぎていないように美しいままでした。発見された4人の赤ん坊と1人の少年はこの新華村で育てられることになったのです。少年？はい、赤ん坊に混じって5歳ほどの少年も発見されました。その子たちを救い出した新華村の村人たちは彼らを神から授かった子供たちとして大切に育てました。なるほど、読めてきたぜ。しかしその子たちには恐ろしい秘密があったのです。それが騎士の契約者だったというわけか。はい、古代ドグマ戦争で騎士に命を捧げた子供たちだったのです。その秘密に気づいた新華村の村長は5人の子供たちを一緒に置いておくことはできないと考えました。そして5人の子供たちの里親を探すことにしたのです。まさか新華村村長ってのは。ミディアス、私の父です。ってことはこの俺もレナードもそしてカーラもその発掘された赤ん坊の一人だってのか。その通りです。その3人が偶然出会うなんてな。偶然ではありません。皆さんは意図的に導かれたのです、ある人物によって。導かれた？そんな、俺が城に入って地下宝物庫で白騎士を見たのは確かに偶然だった。本当にそうでしょうか。誰かがそう仕向けていたとしたら。誰かがあなたたちを導き、騎士の力を集めさせ、その力を手にしようとしている人物がいます。その人物に皆さんは動かされていたのです。まさかあんただったのか。バランドール王を殺したのもあんたの仕業か。あなたは古人ですね。
何らかの方法で時を超えてこの時代にやってきた。違いますか？確かに私はドグマ戦争の時代からやってきたものだ。やはり。だからドラゴンの目はあんたのことを投資できなかったのか。しかし私はバランドローを殺してなどいない。見苦しいぜ、じいさん。エルト、信じていたのに。逃げられた。エルドア、そんな。なぜエルドアが。すべての騎士が集いし時、最後の目覚めが起こると言われています。それは世界を支配できるほどの力を持つとも。彼もそのことは知っていたでしょう。その力を狙っているというのか。グラゼルとエルドアは仲間ってことになるな。それはどうでしょうか。お互いがそれぞれの目的で動いているとも考えられます。なんだかややこしいな。それでこれからどうするんだ。ドグマホールに向かいます。17年前にできた大地の裂け目か。はい、ドグマホールにも騎士が眠っています。それもその騎士は最強の力を持った騎士らしいのです。ほう。太陽を司る騎士アドルメア。ドグマ戦記には太陽王と記されています。その騎士は決してグラーゼルに渡してはなりません。たとえ奴が見つけたところで契約者でなければ力を使うことはできないんだろ。それがグラーゼルは太陽王の力を使うことができます。まさか。そうです、太陽王の資格者はグラーゼルなのです。赤ん坊の中に一人混じっていた少年が彼なのです。グラーゼルか、資格者。奴が太陽王の力を手に入れれば大変なことになる。この村の西に巨大な大地の裂け目ドグマホールはあります。ドグマ時代の遺跡の中でも最大級のものです。よっしゃ、行ってみるか。ああ。エルドア。まずはドグマホールに行かないと。何？エルドア敵かい？いや、まあそんなことないと思うんだけど、とりあえず今もうセティはあれでしょ？なんだっけ、ドレギアス入っちゃってると思うんだよね。なんかそんな感じじゃん。とりあえずセーブして今回はここでやめようかなと思います。ん？お。いや、ちょっとあのね、セーブポイントのすぐ近くに星マークがあるんだよね。でもしかしたらちょっとイベント進むかもしれないんで、ちょっとセーブポイントまで移動します。なんか分かりにくいな、ここ。なんか人もいるし。え、何こいつ。武器防具屋。へえ。俺が。どうもどうも。うん、大丈夫だね、セーブできるね。いやー、というか動画的にはどんくらいの尺になったか分かんないんですけど、うん、短いかな、15分ぐらい、そんなないかな、ちょっとわかんないですけど、うん、とりあえず今回ここでやめようかなと思います。はい、次は進化村から、ドグマホールだっけに向かう感じですね。はい、そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ。